とる。大きな声出す。なんか楽しみながら野球とかソフトボールなんですか。試合中とか練習中もそうですし、なんかこう黙って静かにやるより、声出しながらさ、なんか友達とかをちょっといじったりしてさ、アグリーン会社の友達がやった方が楽しくできて声も出るんじゃないかな。どうしたら上手にできるか。上手じゃなくていいかなって。楽しかったらそれでいいんだよ。楽しかったらそれでいいかな。まあ、毎日こうやって投げたり練習したら絶対うまくなる。野球やんの、それでやってるんだ。そう、じゃあ毎日ちょっとずつこうやって投げて、あとはテレビ見てやればうまくなるから大丈夫やな。どうすればいい？もうさ、いっぱい持ってくれてるから、もう、あれ、もう買わなくていい。ちゃんと自分のさ、買いたいもの、他にあるでしょ。ない。でもなんかちょっと、そんないっぱい持ってるんだったらさ、一回やめたら、もうお小遣い全部使っちゃおう。そのタイミング難しかった。自分で買いたい、なんか自分でなんかさ、はい、違う趣味を見つけた。そうなんや、はい、でもさ、これから多分もっとちょっと大人になってくるんですよ。爪きれいにしてくれるなってくるでしょ。大丈夫、じゃあ今はさ、俺の爪使ってもらって。めっちゃ可愛くない？小遣い全部使っちゃう。ありがとうね。また応援していきたいな。めっちゃ可愛くなる。小遣い使っちゃうんですけど。